ったらこの位置だったので、これでこう打つ、こう打つ、こうの状態でこっから打つ場合も、上からこう打ち落とす、腕や手首を平行拳途中でできてるやつで、この部分が一番軽くて硬い材質でできてるから、でこれは日本製じゃなくて、日本製のやつは硬いものを叩くとね、曲がっちゃうんですよ。これは、ま、回らないです。例えば相手がこうスッとこうこういうふうにこう ついてくるでしょ。ついてきた時の、まあ普通だったらこうスッだとこうお腹ちょっとす、はい、ついてきて、ね、これであってこっちから打つは普通にこっちで止めて、これはいやこっちからこう返すとか、これはできるね。例えばこれが警棒だとこういう状態でしたらもうこれで打てるわけじゃないですか、この前の距離でね。だからこの目をそしてこう来た時にこうやってさばく、これで止まってたら刺されちゃう。だからそれをこういくかこういくか下がるか、それによってこれでいつこういうふうにやるように練習するとね、そういうふうに変わってくるから。重さと長さなんで、これがね、普通の例えば鉄橋とかなんだったらもう相当の貫通力がある。これはね、軽くてね、スピードがないと刺さらないですよ。そうなんですよ。これ軽いのに刺さるのが少ないんだよ。いや、本当軽いですよね、そうなんですよ。すごい距離が近いから、さっきも言ったの重さと長さだから、重ければ重いほど10でいくと22から38から457からあるじゃないですか。手裏剣もそうですよね。ある程度重さがあった方が破壊力がある。長いけど距離が近いよな。だ目的によってそういう本当に命を狙ってくるのか、まあこっちを狙ってくるのか、それはもう10回20回30回でいろんなそういうやってきて、まず目的をね知ることによって、その考え方とか装備が変わってくるわけですよね。その中に私はやっぱりこう一応都市空間で格闘技武道はやったんだけど、でもさっきも言ったように対1でやるのと対複数でやるのと、そのやり方は全く違ってきますからね。もう私の得意としてるのは、相手とパッとあれした時に無構え、だ目で構えない、気持ちで構わない、体で構えない。だ目で構えるって言うと、相手にこう敵意を持ってクッとこうあれした時に目で構える、な相手があ敵対こっち警戒してる来るかもしれない。それを目で構えない、まあ、いや話し合いで何とかしましょうというような目で雰囲気出しながら、気持ちで要するにただあなたとは喧嘩しないで戦うのやめましょうという心で表して、で体で構えないで、いやリラックスしていやです。それでいきなり僕は得意技がいくつかあるんですけど、それでまあ相手を倒しちゃうわけですけどね、もし来た場合はね。だからそういうわけで、だから警備と一言に言うけど、その立っててこうやって威嚇で警備してるとこと、で実際にそういうトラブルになった時の戦わなきゃいけないというその
自分の気力体力考え方思ったのは、まあいわゆる特殊警備の、まあ、うちの連中も何人かいるんですけどね、そういう、ただベースはやっぱりまず空手とか柔道とかキックとかそういうのをベースに持ってる人たちが多いですよね。やっぱベースなくて「いやーやられないいや」って言ってそういう気持ちだけだったら実際にやっぱり来た時にやられちゃいますからね。その16の時の後にもう一度その日本刀を、ああ2回目のね、それはおいくつの、あの時21か2ぐらいだと思いましたね。2回目の時はね、私の要するに先輩に方が、まあ、その時僕は10代の時に僕はアルバイトのね3年か4年ぐらいコックやってたんですよ。そのコックの先輩でまあ変な話こっち癖の悪い方がいて、でそれでどっかのこれのこれに手出したらしいんですよ。それで僕はその僕は意外と格闘技武道好きなんで、まあ自分のまあ射程見たりしてあなんてまあよく連れて歩いてて、である時駐輪場って駐車場が、まあ、松山、これ松山だったんですけど、まあ、愛媛県の松山でね、でそこで駐輪場のところに車を止めて「おい」って向こうへ行ったら「なんだ俺は」って言ったら「お前なんで呼ばれたか分かってんだろうな」ってその相手の声関係言ったから「分かってんだろう」って言うから「おおそれがどうした」みたいな。で相手一人でしょ、で意外とそんなにごついタイプじゃなくてちょっとこうスマートなあれ で私は一応その時はもう柔道も空手もキックも全部やってて、あれトップポジションだったんで2対1なのに相手がね全然顔つけ雰囲気がビビってないんですよ。あれその時のふと思ったのは、まあ、16の時、まあ、疑問に思うとあれこの人だ、いわゆる気を読むっていうことですよね。疑問にパッと思ってあれ2対1 でこっちの方が有利なのに相手は全然ね臆してないし、あれとその時のふっと思った時に、あの時ね、あそうかって向こうがパッと見て自分の後ろのトランクをポーンと開けたんですよ。トランク開けた時にあらっとパッと思ったらこれの中東っつうか大東まで行かない、中東ぐらいのあれかな、あとパッと出したわけで、その時に俺あこれだとこいつの自信は普段二人用がないでしょぶった切ってやるってそういうあれだったんでしょうね。その時に僕はあっと思ったのは、だ今まで過去にそういう経験がなかったらもうこれやばいとんで必死になって何とかやらなきゃいけない、僕は先読みで何か疑って勝ってたから、でそれをパッと出した時に相手との間合いがある程度分かるんで、いきなりバサーって切ってきたから、その時に本当だったらもうちょっとかっこよく避けてさばいて蹴って殴ってんだと思ったので、まあそこまで余裕がなくてバーッといった時に、とにかく日本刀って映画みたいに構えてこないのね、やったーやーなんて絶対来ないで、抜いたらいきなりバーンと切ってきたから、その時にこう軽くこうウィービングショットしてやったら、僕その時に冬だったんでセーターと上に革ジャン着ててシュッとこうやってこうかすったんですよ。かすった時に相手が重たいからこうなった時にバーンと両手で掴んだんですよ。掴んでこうやって振り回されるの嫌だし刺されるのも嫌だから、でそれ腕掴んじゃえばそれが無になるから、それで倒していった時に、まあ、柔道の外掛けっていうかそのあれで持った時に足にその時に一緒にドーンと倒れたんで持ったまんま、その時に下がコンクリートだったんでそいつこうやって持たれてでガーンと倒れた時になんかゴンと音がした時にそいつがうーっとなんか変な音後頭部打ったゴン、その時にあっと思って、それから要するにこの頭を打ったあともう脳震盪起こしたと思って頭をねコンクリートの上にガンガンガンとぶつけたんですよ。それで
要するに、まあ、それ以上やることないから、それで二人で行こうっつって、そうすると伸びてるから、ね、普通だったらかっこよくね、やっぱ日本刀ぐらいさばいてね、蹴りでやると思うんだけど、実際にね、あの光物ね、目の前で相手がその気になったら、最初の16の時もそうだけど、本当の日本刀あのキラーと光る、あの持ってるという自信、相手が殺してやるという自信がね、あの伝わってくるんですよ。あの持った時の相手の自信、ましてピシャーとこう本当に綺麗、あの最初の時もあの暗闇だったんだけど、で電気の光でこうサーッと光るんですよ。あれはもうこの世のもんと思いながら怖さ、もう身も凍るっつうのはああいうですね。